あなたが服の良し悪しを判断できるのかいささか不安ですが、一応伺います。いかがでしょうか。上京した時は都会の人の多さに目を回していました。知らない街で一人きり迷うこともありました。でも今は違います。周りには仲間がいて、そして温かい手がしっかりと導いてくれるから。この手に私がどれだけ救われたか。あなたはきっと気づいていないのでしょうね。ここまで導いていただきありがとうございます。今年も、いえ、これからもよろしくお願いいたします。おはようございます、プロデューサー。すみません、お待たせしてしまいました。私服で来てほしいとのことだったので準備をしていたのですが、少々手間取ってしまって。そうですか、よかった。あの、一つ聞いてもよろしいでしょうか。私が挨拶をした時少しだけ間がありましたよね。まさか何かおかしなところでも。なるほど、よくわかりました。これ以上の言い訳は不要です。見慣れたあなたでも容姿が変わったことで私が誰なのか判別がつかなかったというのですね。常々鈍感な方だと感じていましたが、これほどまでに薄情だとは思ってもみませんでした。私も少々勘違いをしてましたし、その褒めてくださったのは本当に嬉しいです。もちろんです。誠心誠意私自身の言葉でしっかりとお答えできるよう努めます。ただ先にメイクを直してきてもよろしいでしょうか。あなたのせいで汗をかいてしまったようなので。はあ、空気が冷たくて心地よいですね。先ほどの場所とは大違いです。ええ、私もカウントダウンの時は胸が躍りました。賑やかな雰囲気につられたのかもしれません。年が変わる瞬間を多くの方と共有することはとても特別なのだと実感しました。それは否定しません。もしや
私が子供のようだと言いたいのですか？そうですか。年相応であればもう少しうまく立ち回れるかと思います。はしゃいだ結果人混みに酔ってしまうなんて、外の空気を吸うためにあなたにまで迷惑を。はい、そうですね。それでプロデューサーは大丈夫なのですか？先ほどから手が寒そうです。手袋やカイロなどは持っていないのですか？平気ではありません。年明け早々風邪でもひいたらどうするつもりなのですか？私に付き添ったせいで体調を崩したなんて、そんなこと絶対に許しません。どうぞこれを。予備で持ってきていたカイロがあったので、ちょうど余っていたのであなたに差し上げます。まったく、まずは自分の体調管理を徹底してください。あなたはアイドルを導くプロデューサーなのですから。あなたが元気なら私も頑張れますから。今年もプロデュースよろしくお願いします。